ラーです。失敗しました。納品失敗しましたって弾かれた。いらっしゃいませ。お絵描きソフトクリップスタジオペイントの使い方や小技を日々発信しております。クリスタの外の中の人、ハヤトロックです。今回はスケブ系動画になります。皆さん、イラストの依頼を受けることのできるコミッションサイト、スケブしてますか？スケブやってる人います？ちゃんと納品できてますか？今回は僕が依頼を受けたイラスト完成したので、納品した時その時にエラーが出てしまって焦った時のお話をしたいと思います。この時はクライアントさんからイラストをアニメーションさせたいからパーツ分けしたデータを納品してもらえますかという依頼でした。そのクライアントさんのオリジナルキャラクターのキャラデザも気に入ってたし、そのクライアントさんは数少ないリピーターさんだったので、少々工数は増えますが少し割増の金額で依頼してくれたので、ぜひともということでパーツ分けでイラストを描くことになりました。ただ工程がえげつない地獄と納品時にエラーが出る地獄、ダブル地獄を味わった時のお話です。ダブルロック。今日ね、あのスケブ納品してきたんですよ。これね、でお品書きに書いてる通りなんだけど、あの納品失敗した、エラーが出た、弾かれた。だいたいいつもさ、スケブに納品した時に、1分とは言わんけど、2、3分ぐらいでさ、メールが飛んでくるんですよ。納品完了しましたって。納品完了メールが飛んでくるんですよ。だいたい2、3分かな。それがね、なかなか飛んでこなかったんですよ、メールが。なんか時間かかってるなーと思って。で、またそっからちょっとしばらくしてから、メールが来たんですよ。あー、メール来たと思って。で、いつものように、納品完了しました。ご確認くださいみたいなメールだなと思ってみたら、エラーです。失敗しました。納品失敗しましたって書いてあって、って思って、いつもスケブをご利用いただきありがとうございます。スケブ運営です。作品の納品に失敗しました。エラーにより作品を納品できませんでしたっていうタイトルで、原因、キャンバスサイズが大きすぎるか、レイヤーが多すぎるため、サーバー上でデータを展開することができませんでした。お手数ですが、キャンバスサイズを調整するか、いくつかのレイヤーを統合の上、再度お試しください。書いてあって、僕ね、はい、こちら、はい、1つのレイヤー1つのフォルダにこれぐらい入ってるんですよね。まあ全部が全部ってわけではないですよ。これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 まあ10枚ぐらいで、このこういうレイヤーが、はい、13,14 ぐらいで、これがキャラクターね、はい、今度はこうね、藤の花のねレイヤーね、で僕はそうでもないね、波紋のところね、ここね、波紋のところね、あで鏡がこれね、ここも結構あるね。で、これまた、お兄ちゃんのね、レイヤー。これまた展開すると、まあ、5個ずつぐらい入っとる。50個ぐらい入っとる。なんで、まあ、レイヤー数で言えば、もうわかんない。もう、100から200。で、今回は、8000×8000 ぐらい。まあ、9000、9000近くある。9000近くあるんだけど、これサイズね。ピクセル。で、まあ、レイヤーがもう100から200ぐらいあります。でこれが、フリップファイルの状態だと、200メガぐらいだったのかな。250ぐらいだったと思う。250メガバイトぐらい。で、これをね、PSD に変換したら、800メガ近くになったんですよ。PSD ファイルでかい、容量が。で、まあ、8000ぐらいピクセルで書いてんだけど、これをね、単純に、その長辺を4000ピクセルぐらいの半分に割ることによって、容量は下げられるんですよ。でも、こないだ、ちらっと言ったように、小さくすると、こうやって線画があったとしたら、大まかに描くとよ、大まかに描くとこういうね、隙間ができるんですよ。だからあんまりね、キャンバスサイズは縮小したくなかったんだけど、さっきはね 50% ぐらいにしたんだけど、80% ぐらいにしたんですよ。だから長辺が6000ピクセルぐらい、それでここの PSD の800メガが700メガぐらいになったんですよ。でスケブに納品する時の1ファイルあたりの限度容量が 1GB までなんですよ。だから700メガだから、まあいけるよねと思って、でそのスケブのガイドラインにも書いてるのが、限度は 1GB までですって書いてて、あまり大きすぎると納品送信納品に失敗することがありますみたいなこと書いてるんですよ。まあでも1ギガいってないし、まあ700やしいけるやろうと思って投稿したんですよ。そしたら、まあさっき言ったように、なかなか、ね、納品完了しましたって完了メールが来ないなと思って、そしたらキャンバスサイズが大きすぎるか、レイヤーが多すぎるためサーバー上でデータを展開することができませんでした。小さくするかレイヤー統合してくださいってなって、でもう一文書かれてあって、その他ファイルの使用が要件を満たしていない可能性があります、クリエイターガイドラインをご確認くださいって書いてるんですよ。
えっと思って、で僕昨日相談したみたいにこうやってねメッセージ入れたんですよ。えこういう感じでメッセージ入れたんですよ。でこれがダメだったのかなと思ってドキドキしながら、まずは、サイズ小さくしてレイヤーも統合してレイヤーもねこんな感じにしたんですよ。これ、はい、ここ髪の毛レイヤー、これね髪の毛レイヤーを1個に統合しました。さっきねレイヤー10個ぐらいあったやつね、10個ぐらいあったやつのレイヤーを1枚に統合。ここ尻尾のねレイヤーとかもうパーツパーツに統合したんですよ。でこれでね200メガぐらいまで下がったのかな、一気にガツンと。でこの統合していくのがすげえ大変だった。あの例えばさ髪の毛みたいにここわかる、キャラクターの外に出た光ってあるじゃん、これこれがね通常にするとほらこうやってねあの水色に戻っちゃうんですよ。あの加算系で白く飛ばしてるんで、これが統合しちゃうと水色戻っちゃうんですよ。でこの周りにはみ出た光をうまいことこうね選択範囲で削りつつ統合しつつしてたらすんげえ時間かかって、昨日さ夜明日納品しますわって言って、お昼頃に納品しますって言ってたじゃないですか。結局納品できたの夕方5時サイズ変更したりとかレイヤー統合したりとかいろいろやってたら、結局なんかちょっとしたイラストだったら1枚完成できるぐらいの時間使った。でこうやって統合したやつね、統合したやつでレイヤー数を減らしてキャンバスサイズはそのままにしたんだっけ、キャンバスサイズも小さくしたんだっけ、キャンバスサイズも小さくして、でそれで最終的に90メガぐらいになったんですよ。で納品しました。したら納品できた、このね文字つけたまんま、文字つけたまんま大丈夫だった。だからその他ファイルの仕様が要件を満たしていない可能性がありますっていうのはこの文字のことではなかった。レイヤー構成が複雑でエラーが出たとかですかね。うん、まあその可能性もあるかもしれないですね。スケブってさ問い合わせができないからエラーや警告が出ると焦るよね。ということでレイヤー枚数が多すぎたりデータ容量が大きいと納品時にエラーが出て焦ることになります。スケブのガイドラインには容量 1GB 以上は納品できないとされていますが、今回の僕のように700から800メガほどでもエラーが出ることがありますのでご注意ください。対応策としては切り抜き内でも言ったようにレイヤーを統合して枚数を減らしたり、キャンバスサイズを小さくしてデータ容量を減らすなどを試みてください。はい、それでは今回の動画はここまで。この動画が参考になったと思っていただけましたら、ハヤトロックの応援ボタン、親指が上向いたボタン、高評価ボタンをぜひともクリックお願いします。 YouTube だけではなくスケブでの応援もお待ちいたしております。概要欄にスケブの URL も貼っております。その近くにイラストサイトのピクシブの URL も貼っておりますので、僕の絵柄を見てもらって、よっしゃしょうがないイラストの依頼してやるかと思っていただけましたら、ぜひともご依頼ください。また YouTube の話に戻りますが、今回の動画以外にもクリスタ系の動画を300本近く投稿しております。再生リストから見ていただければ、カテゴリー別にも分けてありますので、目的の動画が見つけやすいかもしれません。チャンネル登録をしていただいてアクセスしやすくしていただけると嬉しいです。もしもよかったらですが、登録ボタン近くにありますベル通知もオンにしていただけますと、新規動画投稿の際や配信を開始した時に通知を受け取れます。当チャンネルでは2023年5月現在週4日以上配信を行っております。配信内では皆さんからクリスタやイラストについての質問を受け付けておりまして、可能な限りリアルタイムでお答えさせていただいておりますので、クリスタの使い方やイラストの描き方に不安のある方はぜひとも質問してみてください。ちょっとした疑問でも質問してみることですっきりして先に進むことができるようになるかもしれません。リスナーさん参加型のイラスト企画などもやっております。配信スケジュールや企画につきましては、僕ハヤトロックの情報をまとめたリンクサイトリットリンクで確認ができます。概要欄に URL を置いておりますので、ぜひともアクセスしてください。それではクリスタでお絵描きするのが楽しく好きになれますように。クリスタの外の中の人、ハヤトロックでした。またね、バイバーイ。